君は追放処分とする。君に下した命令は発電所の調査だった。発電所を壊せとは命令していない。光線の影響で発電所内部が連鎖爆発を起こして大破し、保管されていた資材と施設が粉々になったのだよ。2ヶ月分だ。2ヶ月もアークを食べさせられる資源、君とニケたちが吹き飛ばしたのだ。言い訳があるかね。いや、ない。君にできる言い訳はない。君と君が指揮した分隊は今日付でアークから追放、全哨基地への配属が決まった。不毛の地だ。人もいないし施設もない。ああ、そんなに心配することはない。最低限の資源くらいはある。護衛もつけてあげよう。恒星間送りじゃないことに感謝するべきですよ。修理中だ。終わり次第上がらせよう。では荷物をまとめてすぐ動きたまえ。発電所での光線データは？分析はすでに終わった。言ってみなさい。実戦に強いタイプというには異質すぎる。圧倒的だ。発電所内部のラプチャーたちのスペックは既存のラプチャーと次元が違う。それを突き放し脱出にまで成功したとは。何かあるに違いない。今は見当もつかないが、調べてみる価値は十分だ。まあ、そのための全哨基地行きなのだがな。偉大なる中央政府の目を避けるにはこれ以上の場所はない。もう一つ、人間の機械をコントロールしたラプチャーのことか。進化していると思うのが妥当だろう。果たして目的は？そうだな、どうせどっちかだろう。人類を抹殺するか、人類に変わるか。ここって全哨基地と聞きました。分かってるけど、なんで私たちがこんなところに配属されるのよ。師匠の護衛も兼ねて、あと発電所を壊した張本人ですからね。いくらなんでもこんな荒れ地でどうやって。わっ、アニス見てください。こんなに銃を乱射しても誰も気にも留めません。わあ、これはすごいわ。はあ、まあしょうがないわよね。わざとじゃないけど、罪がないわけじゃないから。そうですよね。あと野営みたいでワクワクしませんか。動機が激しすぎて死んじゃいそう。ところで師匠、私たちどこで寝るんですか。宿所？宿所はどこですか？